引き距離が驚愕の5倍のゲルペンが登場しました。皆さんこんにちは、ビンイースケです。今回紹介するのはサンスター文具から登場しました、なんとですね、驚愕の引き距離が5倍のサラサラかけて速乾のボールペンが登場しましたので紹介していきたいと思います。今回ですね、カラーが全6色展開ということで全て購入してみたんですけども、サンスター文具の投射費となっているんですが、引き距離が5倍のボールペンとなっています。ということでカラーラインナップから見ていくんですけども、まずはじめにブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク、オレンジ、以上の6色展開となっています。続いて製品の特徴を見ていくんですが、大きく3つございまして、まず1つ目が見た目からもわかるように圧倒的なインク容量、お値段が150円プラス消費税で、通常のボールペンはだいたい100円ほどで販売していますので、お値段は 1.5 倍で容量が5倍という感じになります。2つ目が優れた速乾性ということで、どれくらいの感じで乾くのか見ていきます。こちらにメモを用意しまして、ほぼノーカットで書いていきます。やはりちょっとにじみますね。速乾というものの乾くまでは少々時間がかかる感じです。ちなみにゼブラのサラサクリップにつきましては、こんな感じで、タンクにつきましてはアップで見るとこういった形です。やはり水性染料インクなどと比べると若干乾きが遅い感じがしました。続いて濃度を使って書いていきたいと思います。ということで、はじめにブラック、ボールペンの形状は非常にシンプルな形ですね。特に引っかかりもなく滑らかに描けています。続いてレッド、ブルー、グリーン、ピンク、最後はオレンジ。はい、ということでこんな感じで書くことができました。こちらをスクショなどをして購入する際の参考にしてみてください。書いてみた感想なんですけども、特にサイト上には明記されていなかったんですが、ペン先がですね、ニードルチップのような感じになっていまして、特に引っかかりもなく書くことができています。ちょっとですね、オレンジの一番最初につきましてはかすれてしまったのが残念だったんですが、全体的に明るめな感じで、6色の中で選ぶとすると、特にですね、グリーンがエメラルドグリーンのような感じなので、とても好きな色だと感じました。以前万年筆でこんな感じの色を使っていた記憶があります。それでは金丹の重さ比較をしようと思ったんですが、なんとですね、タンクにつきましてはリフィルを取り替えられる構造ではなかったので、誠に不本意ながら全体の重さで見ていきたいと思います。はじめにサラサクリップ 10.87g で、続いてタンク 11.62g ということで、単純にリフィルの重さで比較できなかったのが非常に残念なんですが、目で見ても大容量のインクになっていることがわかるかと思います。インクの重量で比較したかったですね。次に裏抜け裏打ちについてなんですが、ともに全く問題ないですね。そしてお待ちかね、赤シートで消していきたいと思います。レッド、ピンク、オレンジにつきましては消えてるように見えるんですが、レッドにつきましては結構筆跡が残ってる感じ、ピンク、オレンジにつきましては光沢感のない赤シートであれば両方とも消えてるように見えるんですが、光沢のある赤シートですとピンクの方はちょっと残ってしまう感じなので、赤シートをお使いの方はオレンジを購入することをお勧めします。はい、ということでこの動画は以上になります。サンスター文具から2022年の11月下旬頃に登場しました大容量ゲルペン、タンクをレビューしてみました。リフィルの重さを単純に比較することができなかったので非常に残念だったんですが、非常に綺麗に発色することを確認できまして、特にグリーンにつきましてはエメラルドグリーンのような感じなので、個人的にとても好きな色だと思いました。赤シートを使うならオレンジで、書き味もですね、特に引っかかりもなく非常に滑らかに書くことができていますので、とてもバランスの優れたボールペンだと思いました。気になる点といたしましては、現在ですね、ボールペンが 0.5 のみの取り扱いとなっていますので、 0.3mm ぐらいがあると個人的には嬉しいと感じました。リフィルについては交換ができず使い捨てタイプとなっていますので、取り替える際には本体ごと買う必要があります。価格も非常にバランスが取れた製品となっていますので、気になる方は近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。